どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶でございます。チャンピオンの立ち回りをトッププレイヤーのプレイから学ぶ22本目の動画は、こちらあよちゃんですね。今回もジュアンノンさんの動画を見ながら、一緒に学んでいきましょう。ファーストの最初のアイテムピックはですね、耐性と、瞬速足ですね。まあよちゃん小柄なのでですが、足がちょっと遅めというか、結構味方によって回復しないといけないところがあるので、そこの移動をスムーズにするために、瞬速買ってますね。あと耐性はお相手のグローバーの、クリッピングスローの対策だと思います。はい、で、やっていきましょう。あよちゃんサポートのチャンピオンですね。で、HP2200となります。まあまあまあ平均的という感じでしょうか。でちょっと特殊なのが、ルナという狐ですね。狐を呼ぶことができるというところが特殊な点でしょうか。あ、でサポートなんでヒールするんですが、今みたいなこんな感じで結構ガシガシヒールできるイメージですね。ただブリンクスキル切った後とかだとちょっと機動力がやっぱりないので、まあだから瞬速を買うんですけどっていうところがあるので、ちょっとそこは注意した方がいいかもしれないです。ということで、ここからいつものように、スキルの紹介やっていきましょう。通常攻撃ライト棒という名前の攻撃です。まあ弓矢を放って撃つっていう感じですね。 0.6 秒ごとに400ダメージの、攻撃を与えるダメージを与えることができて、結構多いですよね。サポートにしては多い方だと思います。 DPS 多分1000ぐらいになるのかな、1秒ごとに。結構多めですね。なんでライト棒を敵に当てることで、その敵をにマークをつけることができます。ちょっとマークについては口述するんですが、はい。で攻撃は350ユニットまで最大効果ということで、もうほぼ威力減衰がないと思ってもらって差し支えないかと思います。で次のスキルですね、こちら回復のスキルになります。ムーンライトというものです。まあ、ボタンを押してる間回復するよっていう、画面真ん中にあるレティクルの左に何かゲージがあゆちゃんあるんですけど、回復中はそのゲージがなくなるまでヒールできるよっていうものですね。で時間経過でそれは戻るよって、回復するよっていう感じです。はい、で今みたいにこうやってルナにも回復できます。でこのムーンライトは、0.15秒ごとに HP を150回復するものです。なんで秒間1000ぐらい回復するっていうイメージで見てください。で125ユニットという子なので、そこそこの距離、できるっちゃできますね、ヒールは。で、ゲージを使って回復するということだったんですが、グロークの通常攻撃のイメージです。ゲージを使って回復するのは。で、未使用の時、使ってない時に、ムーンライト、その左横のバーですね、月の形をしたバーなんですが、それを1秒ごとに 12.5% ずつ回復します。なので大体6秒ぐらいあれば全回復するかなというイメージで見ていただければいいかなと思います。はい、で3つ目のスキル、移動のブリンクスキルですね、ルナリープという名前のスキルになります。あ、そうだ、ムーンライトですが、クールダウン発生しないので、小刻みにヒールすることもできますし、ガーッとヒールしてゲージ回復待ってっていうこともできます。まあ好きなタイミングで放てるよってことを覚えておいてください。で、ちょっと途中になってしまいましたが、ルナリープですね、こちらクールダウン12秒のスキルで、移動スキルですね、素早く後ろの方向にジャンプして、逃げます。結構な距離飛んでいくんで、これを使ってかなり敵から距離を置くことができますし、味方に背中を向けて、追いかけたい味方に背中を向けて使うことで、こう前に進む、フリアのフンドの翼の使い方と同じ感じなんですが、そんな感じで、寄ることができます。今ちょうど使いました。こんな感じで、後ろに跳躍していきます。まあ、カードでこれ飛んでる、結構飛んでる間のコントロールをしやすくしたりっていうこともできるので、そちらも良かったら試してみてください。はい、で、4つ目のスキルですね、ガーディアンの魂という名前のスキルです。こちら18秒のクールダウンで、先ほどから言っていたキツネちゃんですね、ルナを呼び出すことができます。で、呼び出す時のクールダウンが18秒ということで、ルナ HP が設定されていて、死んじゃうともちろんいなくなっちゃうんですが、復活した時、復活させる時にこのスキルを使うのに18秒かかりますよって感じですね。ルナが死んで18秒経ったらもう一回使うとルナが出てくるよ。で、ルナを位置を変えたい時があると思うんですが、その時のクールダウンは8秒です。で配置範囲は自分から50ユニットの場所に置くことができます。で最後ですね、ウルトです。まあもう1回使って、うまく敵を葬ってましたが、排除という名前のウルトです。ルナの幻影を前方に投射することで、バーッと
飛んでいくんですが、当たると幻影とともに強制的に移動させます。でその間敵は撃ったりとかスキルとかはもちろん、撃つことすらままならない移動ももちろんできないです。で衝突時に800ダメージを与えて、このルナの幻影を投射するまでは無敵になります。なんでダメージも入らないしスタンとかも入らないよっていう状態ですね。単発式のトルバのトーバードのウルトを使うみたいなイメージです。で、こちらのルナの幻影のこの排除は盾を貫通します。なんでシールドの後ろから撃って、持っていくってことができますし、今回は場外がありますよね。今ちょうど左側に見えてますが、あそこに向かって撃つことで敵を外に出すことができます。で、ウルトの後にはちょっとルナの説明が足りないのでパッシブみたいなイメージで、ルナの紹介をします。キツネちゃんですね、呼び出せるよ、ガーディアンの塊魂で、呼び出せるよって言ったんですが、ルナの紹介していきます。ルナの HP は4000とかなり高めですね。タンクみたいな感じで、設定されてます。でこのルナの何よりも特徴としては、チャンピオンと同じ扱いを受けます。なんでキャプチャーポイントに置いておけばポイントが取れます。そんな感じです。今はもうちょうど置いたと思うんですよ。そんな感じでキャプチャーポイントに置けるっていうのはかなり強いですよね。はい。で、18秒ごとに先ほど言った通常攻撃のライト棒でマーキングした敵に突撃をしていって1秒間のスタンを与えます。でそれの間は180ダメージを2回と350ダメージの攻撃を行います。合計710ダメージですね。これ4秒間かけて行う攻撃で、この攻撃の間はこうクールダウン 1.5 秒みたいなイメージですね。なんで4秒かけて710ダメージ与えて、クールダウン 1.5 秒挟んでまた4秒間かけて710ダメージ与えてっていうことをするので、結構ですよね。11秒かけて1400ダメージってところなので、まあ結構無視できないダメージ量じゃないかなと思います。積み重なればやっぱりでかいですね。で、スタン可能な時に幕をつけた時にスタン攻撃と300ダメージを与えるので、スタンのクールダウンは15秒あるので、まあうまいタイミングで付け替えてそいつにスタンを与えてっていうことができるとより強いアイオになれるかなと思います。で、ちょっと前にも言いましたが、ルナはムーンライト回復で、自分は回復でできますね。ただ味方のヒーラー、他の例えば味方にグロークがいたよとか、グローバーがいたよとかインチャンがいたよとかっていう回復は入らないです。その回復はルナには入らない。ルナを回復できるのはアイオだけというイメージでいてください。で、インチャンのイリュージョンみたいなイメージで使いたいところなんですが、ちょっと問題がありまして、インのイリュージョンと違ってルナの攻撃はルナの攻撃じゃない、アイオの攻撃はルナを貫通して攻撃できないんですね。アイオはルナに当たって止まっちゃうので、敵と自分の間にルナを置いてそこで一方的に撃ち続けるということはできないので、そこだけ注意が必要です。はい、じゃあルナちゃんの紹介そんなところでしょうかね。タレントは今回選択しているタレントは女神の祝福というもので、自分がムーンライトで回復している時の味方の被ダメージを 15% 軽減するよというものですね。なんで、死にそうな仲間をなんとか回復させながら生きながらせることができるという、タレントになってます。はい、で次ロードアートの説明をしていきますが、そうですね、ちょっとこの後見ていただきたいところがあるので、今残り18秒でも敵がすぐそこまで迫ってるんですが、このフィッシュマーケットのこの海側ですね、このルートでなんと陸地に行けます、奥行けます。今文字には気づかれましたが、これで今ペイロードまで行きましたね。この動きめちゃくちゃすごくてフランクアイオですね。でアイオじゃねえ、ルナなんですが、ペイロードの真ん前に置いておくと勝手にペイロードの上に乗ってくれます。これはちょっと小技みたいなところがありますね。そうするとアイオが離れても自動的にペイロードと一緒にルナが運ばれてくるので、かなり、いい感じに動いてくれるんじゃないでしょうか。こう敵じゃない、こっちが一方的に戦ってる試合とか、ルナをペイロードの上に乗せておくことで勝手に運んでってくれるんで、5人で前に出れるんですよね。そういったところが強いです。で今ジュアノンさんがこうフランク気味にちょっと裏ルートみたいな感じで小技を使っていったことで、今ペイロードをちゃんと運べてますね。はい、じゃあこの間にカードの説明していきましょうか。今回カード、ムーンウォークを4積み、ムーンライトガーデンを1積み、進行回復5積み、進行のバステージを4積み、
内ひしがりしかみを1つ目にしてます。まあ、順番に紹介していくと、ムーンライトの最大容量、あのゲージの容量ですね、まあ、通常時を 100% として、この4つ目することで 132%、まあ、32% 増加させます。あ、今ウルト使います。こうやって今みたいな感じで外に投げ出すと足を返ってこれないんで、そのまま落ちていきますね。で確定切るみたいな感じです。で、次ムーンライトガーデンですね。こちら5つ見してます。ライトボウ通常攻撃やってるたんびに、ムーンライトが 2% 生成されるよということで、攻撃やってればちょっとだけ回復のゲージが上がるよって感じです。で3つ目進行回復5つ見ですね。こちらムーンライト回復するたびに、自分を 50HP 回復するということで、だいたい秒間自分が HP333 回復するっていうイメージですね。まあ、3秒かけて1000回復かなぐらいのイメージでいてください。はい、で4つ目のカードですが、信仰の聖書ムーンライト未使用時なんて回復してない時ですね、1秒ごとにムーンライト 4% 生成してよということで、まあ、12.5% だったのが 16.5% ということでなんですが、ちょっと癖があって、先ほどカードの1枚目の紹介でムーンウォークでカードのパーセンテージ 132% になったよって言ったんですが、まあ、ここがちょっとミソで、まあ、今回積んでいないとき、ムーンライトウォークで、あ、違う、ムーンウォークで、ゲージの量をアップさせていなくて、かつ、信仰の聖書で、その、1秒ごとに生成するムーンライトの量を上げてないときと、今の状態では、こう、マックスになる速度が変わりません。なぜかというと、最大容量が上がってるからです。なので、パーセンテージというよりかは、なんか、ゲージの 132% のうちの 16.5% ずつ、1秒ごとに生成しようっていうイメージで言っていただければいいかと思います。なので、この状態でも6秒間あれば、だいたい6秒でフルになるっていう感じですね。はい、で最後、内ひしがれし神は、ルナの配置範囲を 20% 拡大ということで50ユニットから60ユニットに伸ばすものになってます。はい、でここすごいですよ、ウルトで2人持ってきますね。見どころです。で今度ジオンノンさんに注目です。おいえ言ってますね。こんな感じでわきあいあいとしてたのを僕は見てたんですが、リアルタイムでめちゃくちゃ良かったですね。めちゃくちゃいい愛用でしたね。はい、で最後結果だけ見てみると、ヒル量は思ったより出ていないみたいな感じなんですが、やっぱゲージで2位のタイミングで好きな量だけ回復できるっていうのもあって、アイオのヒル量は結構いいんじゃないかなと思います。何よりあれですね、ダメージしっかり与えながらウルトで敵しっかりと葬れてたっていうのはかなりでかいですね。あと2ラウンド目のフィッシュマーケットの裏道を通っての、ペイロードキャプチャー、かなりあれが大きかったんじゃないかなと思います。はい、ということで、動画終わってしまいましたが、こっちの動画はまだ続いていきますということで、ざっくりと立ち回りまとめみたいな感じで紹介していきたいと思います。基本的にはアイオが敵と戦う時ですね、その時はルナか味方のチャンピオンを間に挟むような位置からヒールしたり、ルナを避けて攻撃をしたりとかしていくような動きをしていくかと思います。で、今回タレントでダメージ軽減があるので、序盤はわりかしゲージがあれば比較的無理な状態からのヒールが可能になってます。まあ、序盤のミーブちゃんへの回復が、最たるものですね。はい、で、カードの効果によって味方とか、ルナをヒールすることで自己ヒールが可能です。なんで自分やばいなって時はもう周りにいる味方 HP フルでもそいつを回復して自分を回復してっていうことができます。で、ルナの運用なんですが、基本的にはポイントを取るために使うか、まあ、敵がブルトーザとか積んできてやばいなとか、フランクが裏来たなとか、自分やられそうになる前に、自分のところまで呼び戻して自分のボディーガードとして運用する、まあ、その 2パターンになるかと思います。で、ルナの重要な性質としてチャンピオンの一人の扱いになるので、ルナでポイントを取ったりペインロードを運ぶことができます。で、ペイロードの上にルナを乗せることで、まあ、勝手にペイロードと一緒にルナが運ばれていくので、アイオを含めた5人のプレイヤーが、前に前に出て自由に動けるようになります。なのでプッシュがしやすくなりますよって感じですね。はい、でルナをペイロードに乗せるコツなんですが、それは動いているペイロードのこう直線上って言ったらいいんですかね、通り道にルナを置いておくことが置くことで勝手に、ペイロードの上に乗ります。なのでこういいタイミングでルナをペルの上に乗せようとしなくて大丈夫ですね。ちょっと前に置いておけば勝手に乗るので大丈夫です。はい、で、ウルトなんですが、ちょっと
サイズ感がまだふわっとしてるかもしれませんが、ウルト下側の判定がちょっと大きめらしいので、気持ち上めに狙うとうまく運べるかもしれません。当たり範囲が若干大きめなので、そのウルトが壁に当たってしまうとそこで止まってしまうので、ちょっと発射する場所は場外キルを狙うときはちょっと注意が必要ですね。で、ウルトは基本的に排除ですが、壁とか障害物にぶつかるまで自動的に進んでいくので、床に向けて打つことで、斜め下めがけて打つことで、そのベクトルをたまたま床に沿ってバーって進むルーナの原因が進んでいくので、こうなんて言うんでしょうね、アイオのウルトで飛ばされた敵が壁に当たってから戻ってくることたまにあるんですよ。そういったのを防ぎたいときはもうその下向きで放ってそれに当てて、下に落とすみたいな、そうするともう壁に当たるっていうよりかは地面に当たるまで突き進むみたいな感じになるので、そのまま確定キルが取れますね。はい、アヨの、立ち回りはこんなところではないでしょうか。まあ、まだまだ、上を見ていくとたくさんあるかもしれませんが、一旦こんなところにしておきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。